上州郷土料理店のおっきり込みおっきり込みは煮込み麺料理の一種で群馬県や埼玉県北部、秩父地方の郷土料理。地方によって違う故障で呼ばれることもある。農産漁村の郷土料理100選に選定されている。また群馬県では2014年3月20日に県の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択されている。地域によって 多少の差はあるが、麺は小麦粉で作った幅広のものを用い、生麺のまま野菜を中心とした具と共に煮込んだもので、ある。つゆは味噌ベースのものと醤油ベースのものがあり、具には根菜類がよく使われる。二毛作での小麦生産が盛んな地域では、うどんなどの粉食料理を常食する文化が根付いており、おっきり込みもその一つである。類似するものとしては、 山梨県の宝刀などが挙げられる。手打ちの太麺と季節の野菜や、里芋、大根などを、たっぷりの汁で煮込んだ料理であるお切り込み。うどんを、切っては入れ、切っては入れ食す様子から、自然とこの呼び名がついたとされる。地域によっては、シャボートや、シャボートを、お切り込みとも呼ばれる。その由来には、諸説あるが、中国から伝来し、京都の宮中で食べられていた。 料理で12世紀に上野国新伝祖を開発した新田義重が宮中の食材を管理する大井之助として勤めていた。際に習い覚えて本拠地の上州に戻ってからも好んで食べ、一族に伝えたとも言われ、また昔農家の主婦たちが農作業で忙しい中、栄養バランスに優れて早く大量に作れる料理として作り始めたのが発祥とも伝わる。今では、 一般家庭でも多く作られており、お袋の味として愛されている。おっきり込みが一般家庭で食べられるようになったのは、石臼が普及した江戸時代中期以降だと考えられている。北家や西網では味噌を使ったつゆが多いが、東毛では醤油が多く、中毛ではどちらも用いられる。東毛は醤油生産が盛んで、おっきり込みを食べる機会が少なかったため、 醤油が高価だった時代にも用いることができたという背景がある。古くは味噌が主流だったが、醤油が一般家庭に普及すると次第に東毛から醤油ベースのものが伝播していった。具に芋類を加えることがあるが、赤城山や春名山の山陸部では里芋が使われ、東郡まや田野郡の山間部ではジャガイモがよく用いられる。しかし、 さつまいもやカボチャといった甘いものは一般的ではない。家庭で石臼を使っていた時代には小麦粉にひいた大麦や米の粉を混ぜていた。神奈町やつまごい村ではそば粉で作った麺を混ぜて使うこともあった。しかし、それ以外の点は小麦粉を用いたものと変わりはない。おっきり込み、おきり込みという呼び方は群馬県内で広く見られる。この名前は こねた生地をヘラの上から直接鍋の中へと切り込む調理法に由来する。日陰では、ほうとう、とうもうでは、にぼうととか、にぼとと呼ばれる。埼玉県北部でも、にぼとと呼ばれる地域がある。夕食用に作ったものの残りを翌朝に食べる場合、おっきり込みの縦、返しという。縦、返しとは風呂を沸かし直すことを指し、再び温めることからついた呼び名である。 縦、開始を、米飯の上にかけて食べることを好む人もいる。また、煮込みうどん、煮込みと呼ばれることもある。このように多数の異名を持つが、群馬県はこれら全てを、おっきり込みと総称し、PR を行っている。なお、県記録選択向け移民族文化財としての選択名称は、群馬の粉飾文化、お切り込みである。 一般的なうどんとの違いは、麺をこねる際に塩を加えないことと、生麺のまま煮込むことが挙げられる。また、打ち粉が溶け出して、つゆに、とろみが出るため、寒い時期には、体が温まるのでよく作られるが、夏には敬遠されることも多い。かつては、小麦粉の質にも差があり、おっきり込みには、ふすまが含まれるものも使われていた。おっきり込みは、日常的に食べられる。 家庭料理であり、一方のうどんは、晴れの食事だという区別があったためである。晴れの日に作られるおっきり込みとしては、汁粉におっきり込みを入れて煮込むわずき、冒頭がある。なお、日本農林企画による分類によると、おっきり込みは、生麺、乾麺のどちらにおいても、うどんとなる。山梨の宝刀との違いは、以下の2点が挙げられる。水は、おっきり込みと同じく、 塩を加えず小麦粉を主材料として煮込み料理に入れる目的で作られるが、地域によって小麦粉以外の雑穀を混ぜることが多かった点も共通している。おっきり込みの麺の形状を作るには小麦粉のグルテンによる粘りが必要となるが、水豚の形状はグルテンの少ない雑穀粉でも作ることができ、必ずしも小麦粉を必要としない。しかし、 完成したおっきり込みが汁を吸って膨張するのに対し、団子状の水ンはあまり膨張しないため、見た目が同じ量の料理を作ろうとすると水ンの方が小麦粉を多く消費することになる。また、水ンの方が調理に手間がかからないため、水ンは昼食や昼食に、おっきり込みは夕食に作られることが多かった。ありがとうございます。